それでは質問を消します。日本経済新聞の高橋と申します、本日の発表会見なんですけれども、市役所で12月から使う電気を 100% 再生可能エネルギーにするということで、こうした取り組みを大阪市がやることの、狙いというか意義と、あと、今後こう区役所とか他のこう市の施設でも、そうした取り組みを進めていく方針があれば教えてください。これは国の大方針ですから、脱炭素社会の、それに沿った形で我々もできるところから、持続可能な社会を作っていく。2025年の万博の大きな、SDGs はその大きなテーマでもまたありますので、まず我々からやれるところからやっていこうというふうです。今後も別の施設でやっていくというようなことはありますか？やっていく、いろいろ計画はこれから作って実施していきますけど、やはり一挙に全てというわけにはいきませんので、やれるところから順次スタートさせていくと、こういうことです。次の質問を受けします。NHK の西澤です。ワクチンに関してなんですけれども、からの調整枠というのは発行数とか見通しというのは示されますか？いや、示されてます。大体いくつぐらい？48箱とか言ったかな、ちょっと細かい数字のことは、担当のところで聞いてください。そうすると最初の基本計画枠は減りましたけど、結果的には増えていくことになると思うんですけど、そのあたりどのように見てるか。これは吉村知事ともずっと話してますけども、やっぱりその感染率の高いところ、大阪の場合はやっぱり大きな繁華街が、集中している。そして企業も集中している。中間人口が100万人多いのが大阪市ですから、夜間人口よりそれだけ人が集まってくるエリアです。だからそういうエリアだからこそ雰囲気全体でやっぱり人口比率ではなくて、どうしても大阪雰囲気全体の感染者数の約半分が大阪市内に集中してしまうわけですから、知事がよく言われるようにやっぱり消火器はやっぱり火元に向けて、消火器を使うべきだというような考え方から、やっぱり大阪市に感染率の高い大阪市に集中してワクチン接種を広めていこう、こういう考え方です。先日もお伺いしましたけども、基本的には医療機関の個別接種にそのまま進みますという形でよろしいでしょうか？そういう形でいきたいと思います。それでも当初我々が予定していた数よりは減ってますからね。過去数なんですけども、当初48だったんですが、2個増えまして50になりました。次の質問をお受けします。他ございますでしょうか？すいません、毎日新聞の野良と申しますけど、今の市教委の発表で氷川南小学校の校長先生の経験に対しての検討も意味も込めて、基本的な考え方を改めて各校に周知したようですけれども、現場とのコミュニケーション等を取っていくというような市教委の思いも含めて、今後市長として期待されていることを教えていただけますでしょうか？まずこれは大きな方針についてはですね、大阪の場合、大阪の教育基本条例、そして教育振興計画、これが大阪、市長と大阪府教委が一緒に作った大阪の教育の 大きな大方針ですから、やはり現場のマネジメントしていただく校長はやっぱりそれに沿ってやっぱ学校運営をやっていただくのがやっぱ義務だと思ってます。その結果で今回教育委員会が各学校にメッセージを出してますけど、その結果において大阪市内の学力体力向上に少しずつ効果が現れてきてるんだから、やはりその方向で、ガバナンスをしっかり効かしていってもらいたい、こういうふうに思ってます。
次は質問を受けします。産経新聞八田です。本日は野保警察の方が発表あったんですけれども、うん、男性がですね、SNS に、市長のことを察してですね、暴眼で暗殺したりというような投稿をして、それが、送致されたという一つ捜査結果が出たんですけれども、これに対する受け止めと、ネット上にはびこる、そういった暴言等について市長どういうふうに考えてほしいですか。いや、これはもうね、今回僕に対して殺害予告みたいなんでしたから、それがその、なんていうかな、いたずらであろうとなんだろうとね、もう匿名でね、SNS で人を誹謗中傷、そして脅迫するような、そういう輩の皆さんに対しては、徹底的にね、法に基づいて処分されていくべきだと思います。そういうのも、匿名でなんか面白半分にやってるかもしれないけど、そのことによって非常に、ストレスを感じる人たちもいるわけだから、僕の場合はもう、気にしないと言ったら、ちょっとあれかもしれないけど、またこのバカかと思ってますけどね。でもそのことでやっぱり自らの命をこう絶ってしまうような事例もあるわけなんでね、これからも国会でも議論されてますけど、もっとこう簡単な形でね、個人を特定するそういう誹謗中傷、それから脅迫を匿名で SNS でやる人の個人をもう少し簡単に特定できるようにして、でも早くそういう人たちをその方々は匿名だけど、言われてる側は本名で言われてるわけだから、その人たちがどういう人なのかというものをね、しっかりと世間に知らしめると、そのことによってやっぱりもうそういう SNS での誹謗中傷、脅迫、そういうことはやったらダメだというふうに、その抑止力になると思います。それ以外にも僕も、いろんな形で誹謗中傷やられてるんでね、これはもうどうしても人としての尊厳に関わるようなものは今法的に全て対処してます。ただこれ法的に全て対処すると言っても、これはもう経費もかかるしね、時間もかかるし、僕はもう必ずそういう人たちは 全部に法的対処やりますけどね、一般の人ならこれなかなか、そういうこう時間的余裕、金銭的余裕とかもないからなかなか厳しいと思うんでね、もうもっと簡単に本人を確定して、そして刑事民事それぞれで、こう処罰されるようなそういうものにしていくべきだと思いますね。大体ああいうこう匿名でねわーわーやってるっていうのは本当にもう姑息で、世の中に相手にされてないからああいうことやるんだろうけど、そういうことは許せないというふうに考えてます。だから今回も、検察に送致されて、まだこれからどういう処罰はこれから決まってるわけですけどね、これからやっぱり司法でしっかりと処罰してもらいたいと思います。今回の場合は個別に、こういった尊厳に関わるものは、法的措置を取るということでした。今回の件も警察に相談するという、そういった対応を取られてたのか。それはやっぱり、オープンな場所で、暴眼で殺すと言われたら、当時、知事時代だったのかな、もう市長だったのかな、それは、警察の方も、それはやっぱり、それがいたずらじゃなかったら、やっぱり警察も具合悪いでしょうしね、僕もそら、本気で来られると、暴眼を打たれたらやっぱ危ないからね、だからそういう形で、警察の方も対応いただいたということだと思います。次の質問を受けします。他ございますでしょうか。すいません、MBS です。郊外確認恐縮なんですけども、ワクチンの調整枠についてある程度発行数が目立ったということなんですけども、この辺りですね、大阪市に入ってくるのは具体的スケジュール感などお話しされてますでしょうか。どうやったら調整させていただくことになります。他ございますでしょうか。それでは終了いたします。
続いて政務の質問に移ります。質問のある方いらっしゃいますでしょうか。朝日新聞の高橋です、うん、兵庫県知事選が今度の日曜日投開票になりますけれども、うん、改めて斉藤候補に期待することを教えていただきます。まあ彼は、まあ大阪府財政課長としてね、僕の時代に、来てもらって、とにかく税金の使い方に対してのね、こう納税者の立場でやっぱり、税金の使い方を決めていこうという、そういう意識をもう染みついてるし、結局、まあ、我々の市長や知事って何をするかって言ったら税金の使い方決めてるんだから、だから内向きではなくて、やはり納税者のが納得できるように、そういうこうサービスを拡充できるように改革で財源を生み出すというところはやっぱり彼ならできると思ってる、それをしっかり訴えてもらいたいと思うし、それから吉村知事の部下でもあったし、部下といっても今度は兵庫県知事になった部下じゃなくて対等の立場で、こういろいろと協議できる、付き合いできる仲間になるわけだから、まあ、二人のね、吉村さんが、吉村知事が46、斉藤さんが43かな、だからまあそういうこうもうエネルギッシュな、まあ、働き盛りの2トップでね、もう大阪が良かったらとか兵庫が良かったらじゃなくて、まあ、2人で関西を首都圏に並ぶそういうエリアに2人で変えていってもらいたいと思います。まあ、僕はもう本当にもうロートルなんでね、次は彼らの時代だなと思ってます。すみません、もう一つ関連で、その兵庫県知事選の勝敗、兵庫県知事選の結果がその次の衆院選に与える維新にとってそのどういう影響を与えるのか与えないのか、その辺どのように考えてらっしゃいますか。いや、これはもう地方の首長選挙ですから、国政は国政での、まあ政策を訴えて、こう政策論争なわけで、あんまり直接リンクはしないと思います。すみません、産経新聞です、知事選の関係でお伺いします。明日は吉村知事も兵庫を入りされるということで、連日感染者数が300人超えてくる中で、党内の議論があったかと思うんですけれども、知事も兵庫入りされるということになった、その経緯についてお伺いできますでしょうか。いや、これはもう選挙というのは不要不急のイベントではないですから、で今は大阪はまん延防止期間だけども、幸いにして、病床の逼迫という状況にもなっていない状況ですから、しっかりとやっぱり政治家である限り、その選挙という機会を通じて政策を皆さんに理解していただいて、支持をいただくというのは、これはもう民主主義の根幹ですから、政治家である限りはその選挙において、支援するという、そういうこうそういう土俵に乗った限りは全力をやっぱり尽くしていくべきだ、全力で戦っていくというのがやっぱり政治家として当然の行動だと思ってます。ありがとうございます。よろしいでしょうか。着手します。